都市社会学は都市生活の実態を踏まえて都市の構造や機能を多角的に分析、解明しようとする社会学の一領域、さらに役割、それらの変遷などを明らかにしようとする。20世紀初頭のシカゴ大学での研究活動が始まりとされ、その後マルクス主義の影響を受けた新都市社会学が階級問題やジェンダー、権力の構造を論点とした。 都市社会を対象とする研究は古くから数多いが一般に都市社会学と呼ばれる場合その先駆的業績は産業革命以降の急激な社会変動化にある都市の実態研究に求められるその古典的な研究としてはフリードリヒ・エンゲルスやカール・マルクスらの都市研究が挙げられるまたマックス・ウェーバーによる都市の歴史社会学的研究 ゲオルク・ジンメルの大都市生活論も忘れてはならない。ただし、実証的な実地調査に基づく、都市社会学的研究は20世紀までまとねばならない。20世紀初頭、米国のシカゴ大学で研究が始まり、シカゴ学派と呼ばれる学級の集団が形成された。代表的な研究者として、ルイス・ワース、アーネスト・バージェスらの名が挙げられる。ワースは、アーバニズム論バージェスは、 同心円地帯論、繊維地帯論で知られる。日本でも、すでに戦前から戦後にかけて、都市社会の実証的研究が行われてきた。矢崎武雄は、1949年9月から1952年9月まで3年間、シカゴ大学大学院で、ルイスワースや、ピーハウザーなどに、都市社会学を学んでいる。その他に、中心的な研究者として、鈴木栄太郎、 磯村栄一、奥井福太郎らを挙げることができる。その後、マルクス主義の影響のもとに、都市を、ジェンダーや階級など、権力の現れる場と捉えるマニュエル・カステルラ、新都市社会学が登場して、都市問題の認識の前提に、上記の視点が欠けているとして、シカゴ学派を批判した。都市社会学は、常に、同時代の都市社会の姿を映す鏡であると言われる。 このことは、現代の都市社会学にも当てはまり、今日では、グローバル化と都市の関係、先進資本主義国大都市のインナーシティ、エスニックマイノリティ問題、第三世界の大都市問題など、数多くの都市的問題に取り組まれている。現在における、日本の著名な研究者には、シカゴ学派の流れを組む松本康氏、新都市社会学を介して、 空間論的展開の流れを決定づけた吉原直樹、シカゴ派の流れを組みつつも、マルクス主義的のグローバル都市について論じた町村隆がいるが、他に文化の現れる場所としての都市を社会学的に考察するものとして、吉見都也や若林美京などがいる。吉見や若林らは自らの学問領域を都市社会学とは言わず、 文化の社会学という言い方がされていたりするが、基本的には、上記の空間論的展開の延長線上にある。フリードマンや、イマニュエル・ウォーラースティーによる、世界都市論を古典とし、現在では、サスキやサッセンなどのグローバル都市論が流星している。かつてのアメリカでは、大都市、インナーエリアを、海外移民や、南部農村から移動の黒人の吹き溜まりイコールスラム、 ゲットーとして位置づけ、研究が進められてきたが、今日の都市社会学では、グローバル化の進展とともに、能動的、積極的な生き方と都市的生活様式を身につけた移民労働者が増加し、そうした人々によるインナーシティの活性化に焦点が当てられている。日本では奥田道弘の研究がよく知られている。メガシティは、主に1000万人以上の集中する都市池を指すが、 周辺地域との相対的な粗密の極端な差を表現する際に使われることもある。人口過密域における人口爆発と大都市の関係に基本的な問題意識を据え、都市サービスやエネルギーの供給と反作用、衛生と都市インフラ、地域の強度と災害リスクといった諸問題に取り組む。そのため土木工学、建築学、環境工学、 社会学といった分野で学際的なプロジェクトの形を取ることがままある。ありがとうございます。